初代コーンウォール伯爵、ピアーズ・ギャビストンは、イングランドの帝神、貴族。エドワード2世の長身として、牽制を振るったが、諸公や議会の反発を招き、1312年には、諸公の死刑により殺害された。エドワード2世とギャビストンの親密さを描いた、絵画諸公の死刑で斬首されたギャビストンを描いた絵画。 エークロニクロブ・イングランド、1864年1284年頃、当時イングランド王の所領だったフランス南西部、ガスコーニュに、同地のキシサー・アーノルド・ド・ギャビストンの息子として生まれる。1294年に、同世代のエドワード皇太子の遊び相手として、施行して、以来、皇太子と極めて親密な関係となった。同性愛の関係だったとも言われる。 国王エドワード一世はやがて皇太子のギャビストン、依存を寄付するようになり、二人を引き離そうと、様々な手段を講じるようになったが、皇太子の態度は改まらなかった。エドワード一世は1307年の法御に際して、ギャビストンの追放を命じるとともに、皇太子への遺言として、ギャビストン追放を解いてはならない旨を言い残している。しかし、エドワード二世は、この遺言を無視した。 エドワード2世が即位すると直ちにギャビストンの追放処分は解かれた。そして王族専用の借位コーンウォール白衣を与えられると共に王の法禄配文献を差配するようになった。1308年1月にエドワード2世はフランス王フィリップ4世の娘イザベラと結婚するためイングランドを不在にしたがこの際ギャビストンが摂傷に任じられている。諸公は 以前からエドワード2世のギャビストン長愛を不快に思っていたが、これをきっかけに反発が一気に高まった。1308年2月25日にエドワード2世の戴冠式が行われたが、この時もギャビストンは王冠法事者を務める交流を受けている。ギャビストンは自分に敵意を表す諸行にわざと恥をかかせるような振る舞いをし、さらに王妃。 イザベルのおじたちにも無礼を働いた。おじたちは怒って、席を立って、フランスへ帰国してしまったほどだった。1308年の議会に、諸侯は武装して集まり、エドワード二世を威圧して、キャビストン追放を要求した。屈服したエドワード二世は、キャビストンをアイルランド総督に任じて、ロンドンから遠ざけることで諸侯と妥協した。この際も、エドワード二世は、 ギャビストンとの別れを惜しみ、アイルランドへ向かうギャビストンにブリストルまで見送りに同行している。翌1309年の議会で、エドワード二世は、議会からの様々な要求を受け入れる代わりに、ギャビストンを呼び戻す許可を得て、ギャビストン長愛を再開した。二人は、第二代ランカスター博、トマスや、第十代ウォリック博、ガイドビーチャムなど敵対する有力貴族を、二人の、 間で流通するあだ名で呼んでバカにしていたという。1310年の議会も諸公が武装して集まり、その圧力で諸公や高位聖職者からなる改革直令起草委員会が設置され、1311年秋にギャビストン永久追放を盛り込んだ改革直令が発せられた。ギャビストンは追放処分を受ける前にフランドルへ逃げ、その後密かに帰国し、 1312年に、ウィンザーのエドワード二世と合流して、追放処分取り消しを受けた。これを知って激怒した諸公は、ウィンザーへ向けて進軍し、エドワード二世とギャビストンは、スカーバラ城に牢城して3週間粘ったが、結局降伏を余儀なくされた。エドワード二世の取りなしと懇願でギャビストンの生命は、保証されたが、その代わり正式な永久追放処分と、 するためロンドンで裁判にかけられることになり、ギャビストンの身柄は諸公に引き渡されることになった。第2代ペンブルック博、エーマード・バランスがロンドンまで護送したが、その道中にギャビストン除名に納得していなかったウォリック博がギャビストンを拉致して、自分のウォリック城まで連行した。そして6月19日、ランカスター博と第9代、 アランデル伯エドムンド・フィッツアランの立ち会いの下、ギビストンを死刑で斬首した。この件に、エドワード二世は憤慨した。またギャビストンラッチに関わった諸公とペンブルック伯らの対立も深まり、諸公が分裂状態となる。国王エドワード二世の勧めで第七代グロスタークギルバート・ド・クレアとエドワード二世の姉にあたるジョアンの、間の娘であるマーガレットと結婚した。 つまり、エドワード2世のメイトの結婚であり、これも、エドワード2世のギャビストン長愛の一環であった。マーガレットとの間に、一人娘エミード・ギャビストンを設けている。クリストファー・マーローの戯曲、エドワード2世に登場する。また、デレク・ジャーマンによる、この戯曲の映画化作品である、エドワード2にも登場する。ありがとうございます。